はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざわりょうでございます。秋葉様、お手紙ありがとうございます。読ませていただきます。ペリズマイ様、ペリツマ様ご夫妻、ミッドナイト様、黒木様、白猫トマト様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ウリナラ丸生様、ヤスケイ様、あゆみ様、ファンタクチス様、ポスティングボランティア再度のお申し出ありがとうございます。こちらは最初送った1000枚もうなくなっちゃって、おかわり、お申し出いただいた方々であります。誠に誠にありがとうございます。組織力がまだ足りないので、顎の骨の手術して1週間経ったんですけど、まだ腫れと痛みがあってですね、口開かなくてですね、あと左のこめかみがやけに痛いずっと朝起きてから頭痛している。なんか噛み合わせが原因で腰悪くしちゃったりなんかして、なんかいろんなところに影響あるみたいなんですけど、私の場合は頭痛ですかね。鎮痛剤飲んでもなかなか効かない頭痛がずっと続いておりますんで、今日の動画はちょっと短め、にさせていただきたいと思います。日本改革党の組織力がまだまだ足りないので、参院選ポスター貼りは、すごい出費でしたが業者にお願いしたんですけれども、離島は行かないよということで離島にポスター貼れません。大島町40枚、掲示板40箇所ということですね。八丈町24枚、三宅村20枚、新島村、新島かな、荒島って読むかもしれない、14枚、小笠原村12枚、神津島村、神津島村6枚、これわかんない、三倉島って読むんですか。ちょっと地名は本当にね、いろんな読み方あるんで読めないですけど、三倉島かな。4枚、利島離島村3枚、青ヶ島村3枚、こちらの離島にですね、東京都の離島に、ポスターを貼っていただけるボランティア様大募集であります。いるかな。いなかったらいなかったでしゃあない、その島には貼んないのもしょうがないな、思っておりますけれども、こちらに貼れるとですね、東京全土に貼れるっつうことになるんで、もしいたら、こちらに住んでらっしゃる方、もしくはこちらに通勤されているとかいう方いらっしゃいましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。引き続きご支援、ポスティングボランティア、離島ポスターボランティア様、メール党員様大募集であります。動画説明欄もっと見る、もしくは私のツイッターからご応募ください。ご連絡ください。よろしくお願いいたします。私が出る予定の参院選東京選挙区には蓮舫も出ますんで、戸籍謄本公開しました。なぜっていう感じなんですけど、もちろん嫌がらせのためですね先制攻撃じゃねえんですけど、靴沢さんも公開してんだからおめえもしろよって言えますよね、他の方ね。こちらですね、こちらが父母の謄本、でこちらになると、祖父の靴沢栄七のものであります。でその栄七の父が文次郎って名前であることが分かりますね。こちらがですね、文次郎のお父さんの文吉さんの戸籍、長男、文次郎、本人文吉さん、父親が靴沢久太郎久太郎さんということが分かります。文吉さん嘉永6年生まれって言いますから、戸籍制度できたの明治からですから、できた時にもういらしてですね、江戸時代生まれの靴沢久太郎さん、久太郎さん、文吉さん、文次郎さん、明治19年生まれ、栄七さん、祖父、明治44年生まれ、佐太郎父、昭和5年生まれ、領事と、こんなってますね。あと北条菊一末夫妻の四女の邦子が私の母であります。選挙の種類にかかわらず
公職の立候補者は全員戸籍を公開すべきと、ツイート、ツイッター、この画像とともにツイートいたしました。それに対するネットの反応です。日本国の政治家になるならそれぐらいのことすべき、超正論、これは絶対に必要、立憲の議員は素性がわからないのが多すぎます素性完全に分かってんのいますよね。蓮舫とか福山哲郎とか、貴家人ならそれも堂々と公開すべき、別にいいんですよ、あの帰化した人だって、例えば関平さんであるとかそういう方をですね、あの責める人はいないわけで、別に帰化人なら帰化人でいいんですよ、元のね、あの国籍の外国の利益のために働いてねえかおめえはみたいなことやんなければいいんだからね。小野田喜恵さん、自民党の参議の、あの方なんかあのアメリカ人とのハーフの方ですけど、誰も文句言わないよね。やることはあのちゃんとしてるからね。国民は立候補者の出自を知る権利がある。まあ、あの外国では当たり前だそうですよ。オバマはちょっと怪しいみたいな話もありましたけれども、先祖のはこういう人で、大統領選に出るような人は、3代ぐらいまで公開するのが常識みたいであります。その通り、すべての立候補者は戸籍を公開すべき。これがあるから戸籍を廃止しろっていう奴らが出てくるんでしょうね。そうかもしんないな。試験ですけど、まあ、夫婦別姓で戸籍が混乱すること狙いの左翼もいると思われるな。これが嫌で、自分がどういう人間だか知られんのが嫌で、戸籍を混乱させたい。あるいはなくしたい。で、夫婦別姓だーって言ってる連中も多いんじゃなかろうか。法規制される前にですね、まあ候補者が自らの良心に従って自主的に戸籍なんか公開すべきなんだよ。別にね、あの、知られたって、立候補すんだから、住所とかあの電話番号とか公開されるも同然です。それにね、あの、議員っていう公人になろうとしてんだから、そんなの公開されるのは当たり前じゃないですか。そして我々有権者はですね、自主的に公開しない候補者は公開できん人ってみなして落選させるべきなんだよね。候補者のあの自主開示ムーブが起きたら困る人たくさん出てくんでしょうね、きっとね。自主的に公開すべきだよなっていうようなことを、この動画ご覧になっているエリートの皆さんがあちこちに書き込んでいただけるととても嬉しいんですけれども、立憲が AV アダルトビデオ規制法案提出だそうであります。共産党もそれに乗っかるようであります。AV 業界が成長産業なのが羨ましい、妬ましい、どっかの国と、国家機関産業のお嬢さんの輸出を守りたいどっかの国の支持かな。どっちも同じ国か。妬ましい羨ましい国には中国なんかも含まれんのかな。お嬢さんの輸出が基幹産業の国は、まあ横の国ですわね。もともと左翼は表現規制や言論弾圧が大好きっていうのが重なって、こんな法案提出したんだと思いますけれども、なんで左翼は言論弾圧が大好きなのでしょうか。古今東西秘密警察を持ってない共産主義政権がなぜ存在しないんでしょうか。答えはですね、権力を振るう正当性イコール権威を持たないから、あるいは非常に弱いからですね。民主主義だったら皆さんにあの選ばれた、投票してもらったっていう議員のあの正当性でもって権力を振るうわけなんですよ。議員調査権であるとか、あの国会議員ともなればいろんなあの権力がありますよね。国鉄ただ乗りして捕まったやつもいますけど、舌噛んじゃった舌もね、あの腫れておりまして注意して食べないと噛んじゃいます。物食う時もですね、あのここら辺の内側ザクザク噛んじゃって、もう痛えのなんの、早く治んねえかな。議員に権力なんかないって言ってたバカ議員が豊島区にいましたけど、
立憲の議員でね、最近コロナになっちゃって議会休んでおります。皆に平等に分け合うためだ、俺に従え、これがあの共産主義の権威、権力の源なんですけど、そこにあの平等性も正当性もへったくれもないんですよ。なぜなら平等に分け合ってねえから。自分らだけがめたいだけがめやがってね。なので批判される自覚あるんで、自由な言論が大嫌い、左翼共産主義者は。かと思うとですね、立川であの凱旋中に男性高齢者にやがましいって注意されて、表現の自由だって言いながらタックルかまして、骨盤骨折の大怪我させる左翼もいたりして、まあ都合よく使い分けしてるんですよ。表現の自由だって言いながら陰では言論弾圧したいと。球場信者が他人をナイフで刺しちゃって、そういう事件もありました。球場ナイフ事件って呼ばれてます。球場ナイフでググると検索するとすぐ出てくると思います。党での出世も完全に恣意的で、能力で選ばれてません。実は共産党内での出世ね、むしろ能力あるものは自分を脅かすものとして排除されます。排除、テレビ局もそうだって。能力があるやつとかそういうのよりも自分の言うこと聞きそうなやつを引き上げるもんだから、今では無能ぞろいになってしまって番組も全然つまんねえと。ソ連、で農業知識ゼロの農業大臣とか、工業のことまるでわかんねえ工業大臣とかわんさがいました。共産党にとって、ソ連共産党にとって、そんなことよりも自分に逆らわないであるとか、あの自分の言うこと聞くとか、良き共産党員であるとかの方がまあ大事なんですよ。こんなんだから、あのどれもこれも失敗するんですよね、あの共産主義国ってね。日本共産党もですね、あの共産主義国家の本家で元祖のソ連が崩壊した時にですね、ああ共産主義って無理なんだなって気がつけよな、気がつけよ。本家で元祖が倒れちゃってんだからさ、この脳みそツルツルと思う、感じでありますね。このあの動画ご覧になってるあのエリートの皆さんは、またね、あの左翼ってどういう生き物なんだか理解が深まっちゃいましたね。まあ、ご都合主義で言論弾圧大好きで、自分と違う意見は決して認められてね、ますますあの常識が隔絶しちゃって、連中の話なんかタガログ語にしか聞こえないでしょ。これご覧になってる皆様は、まああのそれが正常なんですけどね。日本人社員は NHK にも民放にも一人もいません。テレビ業界って政見放送で言おうと思ってます。反論できねえだろうからね。長屋も嘘つきと評判の池上彰の番組でまた嘘放送したみたいであります。中国のアニメーターの平均月収は52万円、日本は19万円と放送し、中国人からダメ出しを食らってしまいました。これなんて読むんだろうね。こうなんとかって人がですね、中国側の実の平均月収は10万円前後かな、5万円以下の人も結構います。なんてあのダメ出しされてしまいました。ネットの話、いつものこれはひどい、テレビはいい加減嘘やめる、海外ガーって報道は大抵日本下げ目的だよね。日本人より高かったら下請けに出せねえじゃん、もっともだ。その通りだ、日本人より高かったら下請け出すかよ。バカじゃねえの池上彰とテレ朝。逆に池上の解説で本当だったことは、いつも嘘でたまに嘘じゃないイメージ、嘘を言い続けても番組は続く、雰囲気と話し方だけで人は騙せると証明し続ける男、テレ朝だろ、あそこは嘘しか言わんから。試験付けだ、まあ日本はダメだ、中国最高だみたいな工作でしょうね。なんで世界中から戦争されてる日本はダメなことにしないといけないのかって言いますと、ダメじゃないと革命必要ですよねとか、政権交代しましょうとか、変えようとか言えないからですね。変えなくていいじゃん、今でいいんだからみたいなね。詳しくは千年王国思想で検索なさってみてください。池上彰は
自分で嘘を考え出せるほど頭良くないんで、まあこれはテレ朝が作った台本通り喋ってるだけ。池上の落ち着いた喋りをですね、信頼する高齢者さんは多いですもんね。なので曲も便利に池上使って嘘つかせるんですね。この動画をご覧になっているエリートさんたちは、とは違い、まあ朝から晩までテレビついてる高齢者宅は多いです。私の実家もそうでした。特に父親、亡くなる前、午後にちょっと散歩行くんですけど、それ以外はテレビ見てんだもんね。そりゃ洗脳されますわ。脳科学者、中野信子さんがこんなこと言ってました。重量 5% の脳が2割、20% のカロリーを消費する。そのため人類は好きあらば思考停止して、省エネしようとする、って言っておりました。宗教もそのためのあれだって、道具だって、テレビ見て思考停止、C 和夫の言うこと、鵜呑みして思考停止、全部省エネとですね、まあ、知的怠慢っていうんですか、調べようとしない、とか知ろうとしない、っていう現象ですかね。つい昨日もですね、C 和夫ね、どうやって国守んのって聞かれてですね、話し合いだ話し合いだ話し合いだって、規律さんみたいですけど、信者に思考停止させる立場の C 和夫が思考停止してちゃダメだろ。いよいよ共産党の最後近いんでしょうかね。こんなんじゃね。まあ、長年テレビ見て思考停止してる脳みそ、ツルッツルになってるはずなんで、この動画の視聴者さんとは会話成立しませんね。むしろ成立したら困るレベル、会話が成立しないことこそ正常左翼とはお考えになってください。というわけで引き続きポスティングボランティア様、離島ポスター貼りボランティア様、メール党員様も大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。